活してたんですけれども、それから海を渡ってですね、四国高知にやってまいりまして、高知県でも実際に活躍してました。平成3年から19年までの間ですので、まあ、ついこの間まで実際に活躍してますけど、昭和3年製造のものですので、かなりの老朽化もありますので、最後はこちらの場所で、はい、皆さんに。その後、見学通路に出まして、実際の機械の稼働状況を見学していただくという流れになっております。